マイバカ始まりました。今週のゲスト紹介するぜ。イエーイ。夏だけにカブトムシゆかりさん、タレントカブトムシゆかり、虫のお姉さんとしてテレビ、ラジオ、イベントなどで活躍中。今年5月には虫と楽しく暮らす魅力を綴ったカブトムシゆかりの虫活、虫と私の丸々な生活を出版。何やってるんですか、活動としては。最近そうですね、あの夏に入りまして、やっとここから虫にシフト式に行ってたんですけど虫にシフト、まあ、それ以外はパチンコしてますね。パチンコしてる、これ見てこれ、はい、何これ。この度、虫活という本を出しまして、はい、ちょっと虫が好きな女子を増やしたいなって思って、ポップに作ってみたんですけど、何がいいんですか。虫のですね、やっぱ生態を見てると、カブトムシもですね、オスも交尾するともう3割4割寿命が減っちゃうんですよ、一度の交尾。すげえパワー使うんだよカブトムシ。カブトムシってあれついてるんですか。ついてるよ、見たことない。赤いのピュッて出てるんだよね。角あるやんか、はい、下からも角みたいに出てくるんで、乗ってんですか角。そうですね、角は乗せてないんですけど、他の虫のその交尾とかそういうの乗せたりしてますね。いろんな虫の、全部やったんでしょ、写真から何から。写真やって、すごいよね、この写真撮ったんだよ自分で、ほら。すごい、レンズが高いんですよね、虫撮るレンズが。はい、よく頑張ってます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。また後でしっかり告知しましょう、これね。さあ、みひろさん、はい、今週のテーマは一体何なんでしょうか。はい、今週のテーマはこちらです。うん、私のゆるキャラ何点ですか。ゆるキャラ、皆さんにそれぞれの思う自分のゆるキャラを書いてもらいました。ほうほう、はい、もうね、ゆるキャラ見ればね、あの僕なんかはね、アイドルとして欠かせないこの表現力とか芸術的センスをね、僕は見ることができますから。そうしますね。なので、もう皆さんのいるキャラに厳しく点数つけていきたいと思います。はい、それでは、はい、こちらをご覧ください、うん、はい、ここに皆さんに描いてもらったゆるキャラの絵があります、はい、これから原口さんに気になるものを選んでもらって、それがどんなゆるキャラなのかを作者にプレゼンしてもらいたいと思います。なるほどね、ちっこ先生、はい、これ絵のセンスからもこれ運勢って分かったりするんですか。運勢というか勢いとかそういうのを見ることはできますね、うん、電話占いのマヒナで絶大な人気を誇る鑑定士月子先生がマヨバカのご意見番を務めます。とりあえず、5番いきましょう。乾杯くん、うん、さあ、これ可愛らしいですよ、この乾杯くん、うん、ねえ、これ誰。はい、おアイナ。アイナです。そっかそっか、これあのうちが居酒屋なので、そう、あだからあの乾杯くんビールのジョッキのに顔描いてんのと、うん、あと下のオムライスを、うん、こうなんか料理も作れるよみたいなアピールをちょっとしました。これはお店のいるキャラってことですか。そうしようかな、はい、そうしようかな。今そうですね、今ちょっと思いました。おい、オムライスが大好きなの。うん、乾杯君は。そうですそうです、はい、オムライス、オムライスが大好物。俺がなんか今決めてるよ。兄弟いんの、乾杯君には。まだちょっと作ってないんですけど。作ってないの。作った方がいいですかね。小グラスも中グラスもあるからな。大中小あるから。おいいな、うん、あのできることならオムライス食うより枝豆くんの方が良かったよね。枝豆セットの方が良かったよね。もうやってみよう、とりあえず。枝豆にしてみよう。そうですね、うん、ありがとうございます。ちなみにこれは何点ですか。これはね、5点にしときましょう。これがまあ普通のボーダーラインですよってことね、うんうん、これいいですね、番組のこと考えてくれてますね、うん、番組のこと考えてくれてるんですけど、ちょっと捉え間違えてる、うん、7番マヨバカくん、うん、ねえ、うん、別にマヨバカってマヨネーズじゃないんですよ。うちは真夜中のおバカ騒ぎなのでね、誰出た。どうせならマヨバカのキャラクター作ろうって思った時に、もともと
番組に出演する前ずっとマヨネーズバカの略かと思ってたんですずっとそういう番組やと思ってた思ってたんですよマヨネーズのバカ騒ぎとすごいねだからちょっとマヨネーズがバカっぽい顔してんねんこれどういうこと特技何なのマヨバ君のマヨビームですか、ね、マヨビーム、マヨビーム聞いたことありますねどういうやつマヨビームなんかここから出すんですえぇーっつってえぇーってさあ、はい、こちらのゆるキャラは何点でしょうか5点最初にだからマヨバカ君はどっちかちょっと乾杯君とセットやからねさあ続いてやりよったなこれ、うん、パクりよったな何6番かわいい6これ薬局の前にあるやつこれ頭こう触ったらこう寝てるんじゃない寝てるパクってないですよパクってないですよ飴食べ物の飴が降ってくるんですよ降ってくるんだよねこれこの世界ではねこの世界ではそうですよ私カエル似てるって言われるんですよ似てるかも、うん、似てますおだからついでに書いてみましたついでにってどう宮崎がカエルに似てるっていうトークがついでだよ確かにどうですかゆかりちゃんこれそうですねまあでもゆるキャラってなるといまいちコンセプトが何を伝えたいのかってなるとちょっとやっぱなんか居酒屋をこう、うん、が見えてくるじゃないですか、うん、乾杯君がね、まあ、マヨバカはちょっと分かんないですけどマヨネーズそうなんか何をプロモーションするためのゆるキャラなのかなそうなの、ねはいはいはい雨の日でも元気にやっていこうっていう雨があるよみたいな雨の日に雨を与えていくゆるキャラですねえこちらの点数は何点でしょうこれはねこれ4点あパクリ要素あるからうまいけどさあじゃあ月子先生に1個選んでもらいましょうかね、うん、いいですかどれがいいですかさっきからも気になってしょうがなかったんですけど何番4番4番おい抜いて4番抜いてこれあー分かったもう巨乳垂れるんだよざまああすぐ分かるね誰が書いたか気よりやろはいおうそうですうんおう私自身を書きましたなんで血出てるんですか確かにこれなそこはなんかあの巨乳に対するなんかそういう思いというかなんかそういう思いお前ほんと巨乳に挟まれてるもんなすごい平気で触れるのよりあれな願望キャラちゃうのよゆるキャラなのよあのゆるくないよね確かに怖い怖い怖いあと君の恨みがもうすごい入ってるからじゃあこちらの点数は何点でしょうか2点でしょうこれ言っときましょうか3番ねコシピカリン、これありそうやな、このゆるキャラ。お誰？はい、私でございます。出た勇気。私もみひろさんと一緒で新潟出身なんですよ。そうや。やっぱり新潟といえば、うん、か私の地元が結構魚沼地方なので、うんまあ、まさにコシヒカリということで。これコシヒカリか。はい、これ勇気が抜いた親知らずじゃないの？お米で手に持ったような意味で持ってます。お米なんだ。お米ってもうちょっと違う形じゃない？ちょっと欠けちゃってるのかな？欠けちゃってるの？いや、これ完全に親知らずよ確かに一番普通のゆるキャラっぽいですよね、この中ではこの中はな、使えるやろな、まあ、経費もそんなかからないのはい、じゃあこのゆるキャラは何点でしょうか？7点ぐらいあげましょうか。7月30、31日東京ビッグサイトで行われる癒しフェアに電話占いまひなも出展いたします、チケットのことなど詳細はまひなのホームページをぜひチェックしてください。よろしくお願いします。マヨバカ
に鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。今月のカードはアセンションカードです。占いのテーマは、はい、仕事運で出た。広瀬ちゃんと泉ちゃん行ってこい。はい、ちっちょ。どんなカード。はい、鑑定開始。たくさん動物がいるんですよ。これは真ん中に人が立ってるんですけど、ひよりちゃんが小さいものも大きいものもいろんなものがあるけど、いろんなことを大切に、すべての意見とか小さなこともバカにしないで頑張っていけば、仕事運がメキメキ上がっていくんじゃないかなっていうカードだと思います。そこまで。どんな小さなことにでも耳を傾けましょう。あとはちょっと静かなところに行ってゆっくり自分と対話するっていう、そういう時間を持つのも必要かなって。そうすることでちょっとお仕事のこととかでも、あ、私こういうのもできそうって、新たな道とか今まで自分がこうやらなかったジャンルっていうのに挑戦してみようという気持ちになったり、そうして広がりっていうのが出てくるので。それで何点でしょうか。そしたらじゃあ75点です。ありがとうございます。どういうことでしょう。はい、どんなカード。おお、鑑定開始。ニコンがさとこちゃんを表していて、仕事によっていろいろ明るかったり暗かったりあると思うんですけど、うん、この周りのちょっととか花とかが助けてくれるので心配いらないです。頑張ってください。そこまで。西、これって西っていうのは祝福って意味なんですね。うまかったんですよ解釈、うん、その雨が降ったり辛いこともあるかもしれないけど、最終的にさとこちゃんのその前向きな気持ち、ポジティブな思い、この虹が見えるようにお仕事の方もどんどん広がり出てくるし、希望を持っていきましょうねっていう、そういうカードになってます。何点でしょう先生。63点で。ありがとうございます、はい、今回の勝者は、はい、広瀬ちゃんでした。どうも。15億円男のテレビ出たい会議。結局思ったのは、情熱大陸出てもええけど、ケイちゃんのやっぱ軸になるものをやっぱりしっかり確立した方がいいと思う。前田圭はこれっていうのが軸であるって、それ歌ですか。それはとりあえず今家にカスタネット持ってる子供向けに曲を、いや CD 出そうよ。あ、で CD を出してそれ聴いてもらう。聴いてもらって幼稚園とか回ったりして。なるほど、お兄さんみたいな、カスタネットのお兄さん、それベースにあったら、あと何やってても。ちょっと何笑ってるんでしょう。歌はじゃあ披露しようかな。本当に考えてきてくれてたの。じゃあほんま考えてたの。こもりのための歌ですから。さあ行こうとか言って。チキチキ。それでは歌っていただきましょう。三島敏弘さんでチキチキチー。じゃあいきますね。じゃん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 。仲間に微笑みかけよう。朝起きたらふわっとやろう。ゆっくり優しく包み込み、ちょっぴり笑顔になれたなら。続きに表を歩いてく。いつもの景色に風感じ、チキ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 。苦手なおじさんにおはようございます。最高だ。はい、行きました。僕はちょっと心打たれました今の。本当、はい、いいんですか。いや全然あげる。いいんですか。すごい、うん、やっぱもうこう CD 作っても巻いて作るわけあれでしょ。ちょっとぐらい、もう全然、うん、もともとミュージシャンなんで作るのはすぐ作れると思うんで、結局情熱大陸は出れるんですよ。幼稚園を周りに乗ってるその本気の生き様を、チッキ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 。来た、これ来た、うん、ちょっときついっすね。ちょっときついっすね。はい、かけました、はい、おい、これからは、はい、子供たちのために使いますと。チキ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 チー。いいですね、めちゃめちゃ気に入ってるじゃないですか。どうもありがとうございます。
中国女性们深受困扰的恋爱与性的烦恼，将由我们来自日本的资深美女帅哥来为你解决。中日友好娱乐节目 The Sexy Academy。さあ今回も8月に発売予定のセクハラサプリ連合の発売を記念して。もしも連合で歌を作るとしたらどんな曲っていうことで、さあさあ皆さん、さあ石川さんも行ってみましょうよ。じゃあちょっと行きます。行きましょう。石川さん、連合で替え歌お願いします。セーラームーンの歌で。セーラームーン、はい、行きます。ごめんね、冒険しなくて連合飲んだらいける。ふぅこの空気ないやねん。よかった、よかった、よかった、すごいよかった。行きましょう。あ、スマイルさん、行きましょう。ギタリンジンのプレゼント。プレゼント、はい。あなたが私にくれたもの、うん、あそこが逆立ちする連合。いいですね。うまい、うますぎる。あそこが逆立ちする連合、いいですね。語呂もぴったりでございます、はい。さあトニーさん、行きましょう、はい。VTR の無駄遣い、トニーさんどうぞ。なんてやねん。さあ行きましょう、トニーさん。はい、摩訶不思議アドベンチャーで。あ、ドラゴンボールですね。ドラゴンボールです。はい、お願いします。てってってってテニーロー、シクラレンボー、世界で一頭生かしたサプリ。お兄ちゃん素敵。上手すぎるな。お兄ちゃん素敵。ちょっと噛んじゃったけど。いや、いいですよ。あ、水木さん、はい、最後で、最後水木さんいけますか。さあそれでは最後、水木さん締めちゃってください。はい、ドラえもんからで。ドラえもん、いいですよ、行きましょう、お願いします。あんあんあん、エッチも大好き、水木みり。お前の話だよ。どうでもええわ。でもいいでしょう。さあ今回のベストソングは水木さんのエッチが自分が好きだったということで、いきましょう。ということで、改めて8月発売予定、セクハラサプリ連合、よろしくお願いします。以上、連合大喜利でした。やったー、連合薄毛芸人たちによる薄毛にまつわる実話の体験。今週はカニパーティー鈴木のディズニーランドの記念写真。はげらない話。よろしくお願いします。はい、来ました、鈴木くん。はい、カニパーティー、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、出てます、ね、はい、何年か前にあの女の子とディズニーランドに行くっていうことがありまして、うん、それがすごい暑い夏の時期だったので、はい、汗かいたらこうビチャーっとこうくっついて、なるね、こう束になっちゃってこう目も当てられない生え際になってしまうっていうのが、うん、こう普段隠してる人間のあるあるなんですよ。で帽子をかぶって行ってたら、はい、でその時にあのよくあのミッキーと写真を撮るみたいなのって外にミッキーが立ってて、うん、はいはい、写真撮ってくれるってサービスがあるんですけど、ね、でこの写真撮ってくれるお姉さんがあのちょっとお兄さん帽子が影になっちゃうんでちょっと上げるか撮るかしてくださいって言われて、うわこれ来たなって思って、撮るの嫌だから上げようかなってやってたら、このミッキーがちょっとやっぱお調子者ですから、うん、ジェスチャーでこういうの僕もこれを撮られると思って、うん、みたいなこういう動作をしてしまった。したらもうその手と見事にこうマッチしちゃってポッと撮れたんですよ、うん、帽子が下に落ちたらもうこの濡れたこの背景がビヤーってなって、ここにいた女の子も明らかにこう肺が見てうわーって顔してたんで、あのこれはやばいと、これでもミッキーみんなの味方だからなんか絶対助け舟出してくれろって、ミッキーってパッと見たらミッキーが何リアクション取ったんだよ。すごいリアクション、すごいな、すごい、全然夢の国じゃないですね。現実の国ですね。いやいいですね、ハゲらんな、ハゲらんな。
23日土曜日には撮影会イベントを開催します。場所は駒場灯台駅前すぐのスタジオハーフスターです。お昼の12時から18時までやってます。みんな来てね。さあ続いていきましょうか。ちょっと10番はい、誰しおた、はい、これどうした、悲しいなこれ。そうなんです、あのうち似合ったスリッパを描いたんですけど、と踏まれて痛いくんで、スリッパとか靴下とかポイポイってしないで今日もありがとうって置いてねっていう。あ、じゃあ小学校の渡り廊下に貼ってるやつだろこれ。今もう踏まれて痛いくん、そうかもしれないです。靴下履いてますよね。履いてるよ。踏まれて痛いくんいます。踏まれて痛いくんやこれ、かわいそう。ごめんな踏まれて痛いくん。ゆるキャラかどうかって話ですよこれ。それではこちらは何点でしょうか。4点ですね。これよりマシだけどな。さあ続いていきましょうか、はい、こっちから9番これ上手、うん、上手よこれ、はい、漫画家さん出た。ほら、小出ちゃんこれ何。それは自分を励ますゆるキャラです。はあ、丸顔ちゃんって書いてるよ。そうですね、あのずっと自分の顔が丸い丸いって言われ続けて、すっごい若い時落ち込んでたんですけど、今はそれを受け入れようと思って、サインの横に書いたりとかすることによってなんかポジティブな気分になる。かわいい。こういうイラスト系は得意なの。そうですね、3歳から水彩画やってるので。イラストの仕事もたまにしてる。してるやっぱり。乾杯君と並べたらひどいですね。全然違う。可愛いしよこれは。可愛い。ちょっと拗ねてるっていう。ちょっとなんか唇がこうね、ツンとツンとなってます。はい、じゃあこちらは何点でしょうか。あ、6点差し上げましょうかね。意外と低い。うまい。上手だから。これも一応番組のこと考えてくれたんでしょうね。1番、広瀬。サワギー君です。番組公式キャラクターになります。サワギーか、それを狙ったの。なるほど、サワギーです。これワンピースからパクってますよ。似てる、確かに。ワンピースゴム人間でしょ、この辺は。絵が苦手なんですけど、5枚目ぐらいですよ、ちゃんと。すごい曲がり方してんで、だってこれ足早かった。こんなのってるの早かった。すごい。真夜中なんで、やっぱクマがちょっとね。あ、これね、クマできてますもんね。熱い視聴者の皆さんと、ね、同じだよってところ。そうか、そうか、クマができてます。寝不足、ね、ここだけ力入れてしまうかな。そういうのは得意なんですね。Tシャツに、まあ、毎日真夜中騒いでるよみたいなタイプ。パリピタイプ。テキーラ持ってるんですよ。これテキーラや、これテキーラー。これテキーラやった、これ全く分からない、これ言われると。テキーラってチャラい、チャラ。さあこちらは何点。このサワギー君はね、4点ですね。4点でも多いね。ゆるキャラってあんま人描いちゃダメだよね。確かに人いないですね。人じゃないから。そういえば、そうか。はい、その隣に行きましょうか。コリンコちゃん。はい。お、まあそうやな。もともと私ショートで、あのこれもあのリンゴヘアっていう、あれだったんですよ。ヘアだったんですよ。であのやってたんですけど、はい、えいってやってますねこれ。あ、それ小ゆりんごパンチです。小ゆりんごパンチですよ皆さん。小ゆりんごパンチ。小ゆりんごパンチ。でもなんかリンゴのゆるキャラあんま可愛いのあんま少ないので、小ゆりんご可愛いの系に。でもさっき朝の4時まで帰ってたって言ってました。だいたいね、4時ぐらいに描く絵とかね、作るネタね、面白くないんですよ。もうなんか真夜中のおバカ騒ぎっていうか、真夜中のお絵描きでした。うまい。もうこちらは何点でしょうか。はい、4点なんで。8番見ましょう、8番はい、人描いちゃダメだっつってるんですよ。これ誰。はい、私です。これ結構自信作なんですけど。これ何ですか、何ちゃん。はらちゃんです。違うんです、違うんです。このゆるキャラの名前を聞いてるんですか。ゆるキャラの名前がハラちゃんです。ハラちゃんは、はい、あのみんなの涙をハートに変える妖精なんですよ。ちょっと待って、こっちでやってもらう。ハラちゃんもこっちでやってもらう。いきますよ、ハラちゃんビームコリン。コラボが、コラボができましたね。2番と入って、点数はつけますか。つけますよ。0.5 点。なんで低い。本当に、はい、0.5 点、ね、そんな低いことあります。
さあ皆さん、ゆるキャラというものはこういうものだというのをね、お見せしましたね。これ11番、これ誰ですか。はい、私です。いや、これ何ですか、これ。これ聞いてください。あの、ゆるキャラって、結構ブレイクしたゆるキャラって数々あると思うんですけど、意外とこれが一番ないだろっていうのが売れたりとかするんですよね。そうね、はい。で、そのやっぱりとらわれちゃいけない、その地域とか食材にとらわれちゃいけない、はいはい、まず、はい。でもその名前も決めてないんで、それ募集するんです後から。これあれでしょ、名前っていうか、これもう聖子くんでしょ。いや、いや、聖子じゃないですよ。これ聖子でしょ。あ、そうだったのか。あ、でもそういう人がいればそうなるかもしれないそう言ってくれる人が。もう一応手あるんですか。手一応の4本足でいるんですけど、ちょっとこうなってますよね。そのままでもできる。おい、真似もしやすく。じゃあこちらは何点でしょうか。9点。おかしいでしょ。どこが9点なんですか。4歳でも描けました。4歳でも描けるものがいるキャラでしょ。そうなの。そうですよ。先生、気になった絵あります。あと隠しました、今隠しましたから。そうです。一番関数の今隠れてるやつなんですけど、うん、2番目だったらその上にある9点のゆかりさんのがちょっとすごいなって思います。ね、すごいですよね、これ。さあ、今週もちょっとお時間となってしまいましたが、はい、もう一回告知していきましょうじゃん。あ、はい、あの、改めまして、カブトムシゆかりの虫活、あの、虫嫌いも虫好きさんも楽しめるように頑張って書いたので、ぜひ買ってください。カブトムシゆかり店でした。ありがとうございました。第40回マヨバガールズバトル最終結果発表。宮崎由美、広瀬さと子、河野ゆりや、結城美奈。惜しくも敗れてしまったのは、ということで来週からはこちらの8名が盛り上げていきます。詳細はマヨバカ、もしくはマシェバラホームページをチェック。マヨバカ虎の穴で選ばれた優秀研究生を紹介する原口の穴。ところで今日は何？クルスは何もゲーム以外得意技がないので、ちょっと原口さんにモノマネを伝授してもらおうかと思いまして。お、 お願いします。教えてください。僕より高橋名人に聞いた方がいいんじゃないですか得意モノマネ。モノマネね、はい。じゃあ、あのサマーズ三村さんやってあげる。はい。猫座って。はい、猫座。うん、センスがないかもな。